スチームバード新聞で連載されてる名探偵ハーロックって最終的には八重堂が出版するんだよな。うん、そうらしいね。あんなにすごい印刷技術と配送力を持ってるのに、どうして自社で出版しないんだ？ふんふん、それがいわゆる出版業界の闇ってやつだろうね。なんだよ、その全てお見通しだって顔は。じゃあ大陸を股にかけるスチームバード新聞がどうして自分とこから小説を出版しないのか言ってみろよ。なぜなら小説において最も重要なのは、最も重要なのは挿絵だからだ。おい、苦労してアイディアをひねり出して作品を書いてる大陸中の作家と編集に謝れ。八重堂は優秀な絵師をたくさん抱えてるでしょ。その人たちを引き抜くのは容易なことじゃない。例えば白亜先生の場合、八重堂以外に連絡手段を持ってるところなんてないしね。確かにそうだな。それと八重堂から出版されることで七星召喚とのコラボが可能になる。そんなことまで。出版業界の最大の闇は、物語そのものは重要じゃなくて、そこに商業的な価値を生み出せるかどうかが重要になってる点なんだ。闇が深すぎるぞ。